どうも皆さん、こんにちは。絶賛引きこもり系 YouTuber の滝沢でございます。絶賛無職中の滝沢でございます。いや、無職だぜ。いや、なんか2月も後半に差し掛かりました。末に差し掛かりました。1月、2月、皆様どうお過ごしでしょうか。私はこの1月、2月は無職になったことによって、この人生をこのんびりした感じで謳歌してやろうと思ってたんですよ。なんかこう、のんびりのんびり無職だから、なんか何でもできるぜ、時間がたくさんあるという、ヒーヒーみたいな感じで、のんびりしつつも、こう、せこせこしつつも、まあ、でも自分に正直にこの毎日を楽しく生きようかなと思ってたんですけれども、どういうわけか、なんか毎日毎日動画を撮ったり、動画を編集したり、動画メンテナンスしたり、アップロードしたりなんか編集したりなんかこう曲の納品があったりギター練習しなきゃいけなかったりライブがあったりツアーがあったりなんか今後 の, その確定申告とかの作業もあったりとか今後のライブツアーの企画とかもあったりとかしなんかすげえ考えることがすげえたくさんあってなんかあの人とアパイントメント取ってこの人とメール取ってこの人にこう納品してこの人に額渡しやんたらかんたらみたいな感じであれ無職ってこんなに忙しかったかなって戸惑う2ヶ月間でした。いやー人生ってのはうまくいかないもんですね。本当ね、なんかこうね、こんなはずではなかったんですけどね、まあ楽しいんですけどね、楽しいんですけどね、なんか本当もう、毎日毎日こう、座椅子に座りっぱなしで、こうね、作業している場合にはなぜか終わらなくて、なんでこんななんだろうって、なんかそういう毎日毎日戸惑いを隠せねえみたいな、そんな感じの日々でございます。皆様いかがお過ごでしょうか。とりあえず私は元気です。元気ではございます。腰痛いけど、なんか尻がですね、すげえ凝るんですよ。もう後ろが、もう尻が凝ってしょうがないです。本当にもう座りっぱなしだから、尻が痛い、尻。もう私の尻が痛い。とにかく、尻です。もう この2ヶ月は私は尻です。私の尻です。この2ヶ月は滝沢尻ですよ。滝沢尻だ。尻だ。俺は尻だ。もう2ヶ月尻だ。わかるか、この尻が。わかるか、尻。特に右血、この左血と右血があるとするならば、右血がやばい。この右血。右血側がやばいです。右血側がもうすごい、もう、バコーンってこう、ドーンっつってこう、もう8個ぐらいになっちゃいそう、右血が。左血は1個だけど、なんか右血が8個ぐらいになりそう。バババババッつってこう。なんか凝り固まりすぎて、なんかもう8個ぐらいになっちゃいそうな感じです。何の話だっけそう、突然のお知らせでございますが、2月23日、何の日だか知ってますか？ババン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 。明日の2月23日はこちら、滝沢新年会 in ハーシーモートということで、私、滝沢勝成が橋本の HK ラウンジという場所で新年会を開こうと思っております。チャージは1500円でワンドリンクという形になるんですけれども、そこででっかいホールを貸し切りにして、ね、こうみんなでこうわーっと走り回ったりとか、ね、叫んだりとか、ね、騒いだりすることができるので、ぜひ遊びに来ていただければと。夜6時からスタートして、9時半くらいまで多分ぬるぬるっとやっていると思います。途中までとか途中からとか全部参加していただいても構いませんし、本当に皆さんの都合に合わせて遊びに来ていただけますと幸いでございます。ホールを、ね、このバシーンと貸し切りにして、ね、そう1500円で使わせてもらうので、本当にもうぜひとも皆さんに遊びに来ていただければなという感じですね。ただ、食べ物の用意が全くないので、オーダーはできるんですけど、食べ物の用意が全くないので、なんか食べたい方はですね、なんか近くのくら寿司とか、もしくはサイゼリアとかで買ったりとかして持ってきていただけるとすごく嬉しいなという感じです。橋本駅の、ね、下にこうロピアという惣菜屋さんがあったりとかするんですけども、なんかロピアとかでね、いろいろ買ってきたりとかするといいかなという感じでございます。ミーウィという建物があって、そこの地下にロピアというスーパーがあるんですけども、あそこの総菜が結構使ったりとかするので、まあ、そういうのも、ね、検討していただけるとという感じなんですけれども、まあ、そんな感じで新年会を開きますということでございます。ぜひ遊びに来てくださいませ。ギターを持ち寄って、なんかこう、セッションみたいなことをしたりとかもしようと思ってるんですよ。別にギター持ってこなくてもいいです。ギタリストじゃなくても参加 OK です。でも、ギタリストの場合だったら、ぜひアコギを持ってきてくださいませ。こちらのブログの方にですね、課題曲のプリントを用意してございます。そちらのプリントを印刷して持ってきてもらって、その一緒にこう楽しもうという、なんかそんな感じの趣旨もあったり。普通にこう練習してきてくださってもいいですし、とりあえずプリントアウトだけして、その、ね、会場で練習するというのも全然 OK です。みんなでこう楽しく、ね、話をしながら、ギターでこう、ね、遊びながら、なんかお酒を飲みながら、なんか食べながら、のほほんと楽しくですね、この新年会をやろうかなと思っているので、ぜひ、友達、家族、兄弟、親御さん、知り合い、同僚の方、お誘い合わせるので、ぜひ来ていただけると嬉しいなという感じでございます。で、ギターじゃなくても、ね、別にそのカホンとかベースとかでも別に構わないので、その辺は縛りないです。別にギターじゃなきゃダメってわけじゃないです。本当にもうみんなでこう、ね、でっかいホールにバーンと集まってバーってやろうというのはそんだけです。ちょっからまあ遅い新年会なんですけどね、2018年みんなでこう、ね、良いスタートを切って、ね、いい1年にしていこうじゃないかみたいな感じの、そういう趣旨でございますので、別に来たから楽器弾かなきゃいけないとか、歌わなきゃいけないとか、そんなことは全くございません。もう誰々来ちゃダメとか、未成年ダメとか、そんなことはございません。女性ダメとか、ギター初心者はダメとか、ギタリストじゃなきゃダメとか、そんなことはまあ一切ないんで、本当にもう、プラッと遊びに来てくれ。プラッと遊びに来てくれ。で、僕の方からもね、そのね、ちょっと皆様に振る舞わせていただこうかなと思ってるお酒とかも、未成年はもちろんお酒ダメですけどね、お酒とかもあったりとかするので、まあ、よければご検討いただければという感じです。ぜひ、好都合をつけて遊びに来てくださいませということです。滝沢新年会よろしくお願いします。で、その後にね、こう2月25日の歌い手と公開生放送とかもあったりとかするんですが、もし気になる方は概要欄の方から情報をチェックしていただきますと幸いでございます。そんなところですかね。まあ、なんか今日もね、本当はね、その KO の2本目の動画、KO じゃないか、アメリカンインディオとか、
の2本目の動画をアップロードする予定だったんですけども、最近この動画を、ね、このアップロードしすぎて、ね、この生放送とかやりすぎて、ね、その私のポケット Wi-Fi が通信制限に、ね、入りっぱなしになっておりまして、アメリカン・イディオットの2本目の動画、私は今日22日の夜6時ぐらいに、あ、やべえ、アップロードしなきゃと思ってこうアップロード作業を入ったんですけども、1本の動画をアップロードするのに4時間ぐらいかかるんですかね。まだアップロードできておりません。通信制限というのは怖いもんですね。本当もうね。固定回線引けよって話なんですけどね。回線がね、ちょっとどうもなんかね、通ってないっぽくてですね。ちょっとどうしようかなって感じなんですよね。固定回線欲しいですね。なんか普通にこうね、なんかね、100Mbps は出してほしいですよね、本当ね。この Google とかその、ね、有線とかのスピードテストしてもさ、そのね、もう 10Mbps 以上まず出ないですからね。10Mbps 出ないんですよ、10Mbps。上りも下りも 10Mbps 出ないんですよ。遅っって感じですよね。悲しい、僕は。悲しい。僕はとても悲しい。この間、友達の家にその、ね、そのパソコンを持って行って、ね、ね、Wi-Fi とか使わせてもらって、でこう試しにこうスピードテストしたらさ、普通にも当たり前に80、70とか出るわけですよ。でも僕の家、ね、僕はこんだけ生放送やったり、動画アップロードしたりとかしてるんですけども、10いかねえんですよ。10いけばいい方かな。10いけばいい方かな。10ちょっととか出るときもあるでしょう。機嫌がいいときは。でも基本的にもう10以下ですよ。ひどいときはもう 0.3 とかでね、どうすんのよっていうね。もう読み込み、もう動画とかもそういう問題じゃなくて、もうその HTML の読み込みがすでに怪しいんだけどみたいな感じになったりとかするんですけども、通信制限中でございまして、動画のアップロードが遅れております。その辺はまあご了承いただければって感じです。ちょっと日付がまた合っちゃうかもしれないんですけども。まあ、とにかく私がこの動画の中で言いたいこととしては、2月23日、明日はですね、滝沢勝成の新年会 in 橋本 HK ラウンジがあるよというお知らせです。1500円でワンドリンクというチャージになってしまうんですけれども、あんなでっかいホールをね、1500円で貸し切りの状態にできると考えたらめちゃくちゃ安いので、本当にもうぜひとも遊びに来ていただければという感じです。で、まあ、いつも、ね、そのおなじみのみそさんも、ね、来てくれるので、曖昧にんかみんなで歌ったりとか、歌いつつ演奏したりとか、僕もソロで演奏したりとか、そういったことがいろいろあるかと思います。そういったところも楽しみにしていただければなという感じです。もしいらっしゃる方で、Twitter のアカウントを持っていらっしゃる方、いらっしゃいますでしょうか。参加するよという人で、ね、もしそのツイッターのアカウントを持っていらっしゃったら、事前になんかこう、ね、ツイートしておくと面白いかもしれないです。やっぱりその1人で来る人とか、ね、ちょっと不安になると思うので、なんかこうある程度どんな人が来るのか、ね、知っておいた方が嬉しいじゃないですか。そういったときは、ちょっとこれ消しちゃおうかな。そういったときはちょっとツイッターでぜひ、つぶやいてくださいませ。いつからか、その公式ハッシュタグとして、ジャワ会。こちらをその、ね、ハッシュタグとさせていただいているんですけれども、もしよかったらこのジャワ会、もしくはその滝沢新年会行くよとか、そんな感じでツイートしていただけますと、検索で、ね、そのね、どんな人が来るのか、ね、皆さん知ることができるので、もしよければ、そんなこともやっていただけると嬉しいなという感じです。はい、では、何度も言うんですけれども、ぜひ、お友達、ご家族、ご兄弟、親御さん、会社の同僚、知り合い、近所の気のいいおじいちゃん、お誘い合わせの上、遊びに来ていただけますと幸いでございます。そんな感じでございます。それではまた、違うところでお会いしましょう。じゃあね、バッハハイ。